力の差を思い知るがいい。タイガー桜井です。そしてメモです。世界の竹山です。よろしくお願いします。ということで、はい、本日始まりました今日のパレード、はい、始まりましたね。はい、この1月もね、もう中頃になりましたねということですね。はいはい、じゃあちょっと見ていきましょう。はい、どうぞ。こちら、新ごまククルカちゃん、ククルカ、ククルカさん、ククルカお姉たん、お姉たん、はい、が登場しております。じゃあまず見ていきましょう。進化、はいはい、カウンター、ほんと相手の手駒が1万以上呪い状態の時に発動できる。はい、この駒がひっくり返された時、受けた通常ダメージと特殊ダメージの 140% をダメージ相手に当たるだって強くね。そっか、強い、両方返すんですね。あのブライダルフォーリプス、そうですね、でかいやつ、強いやつで条件が若干あるわ。で、コンボスキルが吸収1400なんですけど、これはやばいですね。じゃあこれ、返さなきゃいけないやん。あいつなんだっけ、さあ、コスト30のさ、あの諸葛亮、諸葛亮、あ、諸葛亮が1590だっけ。あ、そうですね、吸収が諸葛亮それだと思う、確か。いや、それに近い吸収量。そうですね、ただ諸葛亮は確か通常しか返せない。200%ですよね、まあ、クロスで。諸葛亮も相当厄介なんですけど、はい、言うてあってコスト30ですからね。そう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 、確かに。いや、これはこの返さないと、あのコンボがやばいけど、返したらすげえ痛いっていう。困りましたね。これ困りますよ。こいつにはもう善意しかないですね。そうですね。これ発動さえしちゃえば、もう相手呪われてなくていいんですよね。うん、いいんですよ。あ、そうですね、はい、そうですね。なんか、この、なんだ、呪われてない状態だったらカウンター返せないとかじゃなくて、はいはい、相手が呪われてる時にこれを出してカウンターが発動した状態で、まあ、つまりこいつが喋ったらもういいんだよね。そうですね、うん、発動してる。あの出した瞬間にシューってなんか寂しい音さえしなければならない出した瞬間になんかセリフを喋ってくれれば発動してると、まあ、スキルは一回発動しちゃえばずっと、カウンター発動しっぱなし。そうですね、うん、あの相手の呪いをリリースしちゃえばカウンターじゃなくなるとかいうのはないです、うん、なんでちょっと結構いいかもしれないですね。厄介です、ね、めっちゃ強そうっす、ね、めっちゃ強そうですね。そしてこちら、どうか、偉大スルーケガでククルカ怨念出た。怨念、まだまだしいですね。怨念、これね、1200の特殊ダメージを与えるということで、ちょっと、ね、控えめかなと思ったんですけど、うん、2つ呪いますと、2つ乗って1200ダメージ与えるとか、こいつずるくね、うん、ずるいっすね。なんで呪いがまあ大体700ぐらいだとして、一旦1400と3200の29001400足す1200の2600あった A ので、結局1枚しかリリースできないから、あの2100は確定していたとしても3300の1376、こいつだけでもいいのかな、5000ぐらいいくね。それぐらいのダメージを期待できるってことですね。5000ぐらいいく、プラス相手の手駒に制限をかけることができる。そしてコンボスキル、まず変換、こちらですね、自分のデッキが全て魔属性の時に発動できると。で、まだ駒が置かれてないマスをランダムで3個敵用のダメージ B マスに変換する。これめっちゃ強いやつえ、これ、駒置かれてないところランダム置かれてないやつなんですね。塗り替えですね、やばい、強い。塗り替えでしかも適用ってもう一方的にこっち有利系じゃないですか。そうですね、なんで、やばいよこいつは。これはやばいですね、強いですね。ククルカさんはやばいですね、はい、これは。なんで、まあ、マタンだったら、まあ、入れ毒的なところはありますね。そうでしょうね、はい、間違いないですね。はい、という感じのククルカちゃんになっております。どちらもね、やっぱあの呪いを重視しておりますと。そうですね、で、まあ、マタン用みたいなところはありますね。はい、やっぱね、あの強ゴマパレードこういうところあるからね、あの、はい、なんか尖った性能、そうですね、そうそうそう、尖ってますね、皆さんね。じゃあ、こんな感じなので、はい、私今回引かせていただきたいと思います。お願いします、はい、お願いします、はい、私今回はですね、あ、これがあるんですわ、強ゴマパレード特別パック。お、以上が確定の、はい、お得感じだ。僕は今回ルクスリア狙い。ルクスリア、ルクスリア、あいつやっぱりやべえ、使ってる人めっちゃ少ないけど出されるとね、うわって。そう、少ないけど、やっぱさ、カラーめっちゃ足りねえんだ俺は、うん、バイセンみたいに使っちゃうんだよね。でもなんか、これパメラ、パメラじゃん、めっちゃ可愛いっすよ、パメラちゃん、パメラちゃん可愛い、フジハンターパメラ可愛い、はい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 、いいんですよパメラは。いきますよ、お願いします。
最近ね今日もおお6ビラン入ったよなんで6ビラン指名してるんですかいきなり6ビラン決定じゃないですか6ビラン決定ですけど6ビラン決定ロビナあれですか、すごい礼儀正しいですからね、挨拶しろって言ってますからグランディスそうなんだ欲しいよ、グランディスはグランディオかグランディスグランディスなってるはい、せい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 ヒアソヒアソおー、限定ですよ俺マジサリー出なかったんだよなー正月っすってねうん、ニューイヤーサリーが出なかったニューイヤーサリー、はい、大丈夫だよ俺単発ドリームでオーディン出たえっふ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 っオーディンもね、いつか投下するんじゃないですか？するでしょ。いや、近いっすよ、多分。近いっすかね。多分、あいつは、あの、ターン、毎ターン開始時に、あの、シールド1枚出して、やばそのシールドを支えて持ってます。やばそれは、あいつじゃねえか。ファネールじゃねえか。ファネールじゃねえかよ。ファネールじゃ。はいはいはい。まあ、でも言うてね、オーディンさんも設定的にはどう考えても強キャラですし、あのね、なんかね、2周年あたりで 1.5 倍オーラすげえどこに置いてね、1.5 倍そう、リーダーじゃなくていいでしょリーダーじゃなくていい強すぎる強すぎる神さらっとなんかやっちゃったもうさらっといきますさらっとやってでもね、まだまだおお、金がすごい金すごい、いや金すごいなやべやべーよ早っシャ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 フーカ出たじゃん。ゲデですね。フーカぶっ壊れ。フーカぶっ壊れ。選択無事に。あ、ボックスいっぱいになっちゃう。ボックスいっぱいガチャ。これボックスいっぱい？これボックスいっぱいガチャです。きたー！きたー！レインボーロック。いや、なんか出て、なんか出て、なんか出て、なんか新規獲得スパルム。ロビラン。あれ、ちょっと待って。それはスパルムのマザーズですか？スパルム持ってない。マジか。スパルム。6ビラン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 、うわー、アイルストロームアイルストローム限定ですアイルストロームアーショー、はいキーちょっと売りますアイルストロームかーアイルストローム、まあ、10日強いんだよな、強いもうふっってでも、言うてあの、限定出てますからね限定は、言うてはに、体質はいいお願い限定自体は引きいいっす引きいいですねだから今ね、ばらけ方がねちょっとなんか良くなかったかなって嘘今回レガリアビスチャ入ってるんですよやばいじゃんですけどねはぁ震えろよこれでも震えなくてもほら出る時あるしなんなんすかね出る時あるしあーもうやっぱりまあ出ない時でしたね今日はそういう日だと思った俺はハイサラマンダーサラマンダーなんか赤い竜が2ついますよラバとハイサラマンダーハイサラマンダー似てますよねこいつらね似てるなぁちょっと今日俺気にしないから見よう任せてよ任せてよお願いしますお願いしますはいということではい宮本さんはいどうしますかクローマン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 2個2体目なんでまだ1体しか持ってないそう今牛にしてるんでマー作りたいおお、クローマン欲しいので2個欲しいね2個欲しい2個うんですね最近宮本基本馬の竜は揃えてきてるよね強ゴママジ俺相性悪いからいやこれ出る気がしないなあれこれあれですかね後ろ向きにすることであでもそういうの気づくと出ないんですよなるほどいやこれは厳しい戦いなんじゃないかなあああああああテスト前に俺全然勉強してねえからなって言ってる人ですよねやーべー今日うわちょっとな最近本当にミヤボはもうオセロニア超勝ちしてますからす、ね、これはやっぱ僕たちも出てほしいなっていう気持ちが大きいスラルコースねえ、ホース出ましたスラルコースそれ違うやつそれダメそれダメだよ、それダメだよいろいろなダメだよ、それダメだよ、ね、いやーこいつレガリアベヒターの可能性なんだよな期待しないでいやこれレガリアベヒターでしょさすがにそんな簡単に出ねえからそうですねまあ、ね、そう、まあね、ないんだよはいレガリア甘く見てはいけないこれレガリアベヒターまあ1レガリアだねこれねおいマジでシャオあなた本当は期待してたでしょシャオあ本当は期待してたでしょシャオさいさっさいクローマってどういう状況で出たのあれ前10日の状態とかで出たんだっけ
世界は色彩で見ている。あ、確かに、確かに、なんか演出入ったもんね。やったか、ミヤモン。やってない、やってない、やってない。まさか、やったか。やってない、やってない。どういう状態で出たっけ。進化とかで出たのかな。エスプラで出た記憶もあるかもしれない。マジっすか。あの、エスプラだったっけ。でも俺、リュウ、あ、でもリュウで出たかもしれない。やったな。いや、その時の動画をチェックしてください。いや、俺動画で聞いてないかもしれない。あ、ほんと。なるほど、うん、どこにいたんだろう。あ、やったってことね。やってない。クローマ大当たりっすよ。クローマ当たりっすね。ちょっと動画見てみよう、クローマの図鑑見てみよう。もう満足したんだけど。あれ、どうなっちゃった。入りましたよ、また入りました、ね、クローマどこでゲットしたっけからな。クローマ何番、クローマ何番だろう。クローコマー、ヘガリブ来た。うわ、2体来た。サイレントバースト、ナスカツコバーサト。うわー、コギト、コギト、ヘラクルス、ヘラクルス、コギト。いいじゃん、なんか似てるけど。似てますよ、ヘラクルス。結構強いんだよな。強いっす。弱体目だわ。そんなクローマは後で見るわ。まあまあ行く。ルクスリア出す、ククルカを出す。おお、調子がいいじゃないですか。乾杯。アヒルですよ。さあ、アヒル。じゃあこれはクローマ。また？クローマ。三色、三色揃える。おわす、え、やば、どうしたんですか今日。ヘラクローマっすね。ああ、ヘラクレス。お前か今日。お前か。ヘラクレスってこんな出る人じゃないっすよね。いやね、珍しい。珍しいヘラクレスですよ。ヘラクレスは。普通こんな出ないっすよ、ヘラクレス。ヘラクレス、どうしたヘラクレス。いやー、違う、アイアストロムもしっかりね、うん、そうっすね。超ゴマで、強ゴマゲンで、強ゴマめっちゃ入ってる。おっ、先に喜んどこう、先に喜んどいていいっすか。どうぞ、どうぞ。自分いいっすか。おっしゃっしゃ、来た、これ来た。おぉ、先っしゃー。さあ、この喜び、この喜び、果たしてみんなで、よっしゃー。いや、まさかここで来るとは思わなかったな。そうだったね。来ると思わなかったな。おお、惜しい。よかったね。惜しい。へかって、まあ、当たりですよ、まあ、はい、ということで、はい、ミヤモのいわくつきクローマはしっかりと潔白が。いやいや、もともとついてねえわ。もともとついてないわ。成長つけられた。最初はね、クローマの初登場時はね、あの10日状態でね、配置されたということでね、今それ進化前持ってなかったっす。今それじゃないですけど。そうですね。はい、というわけで、はい、ザキヤマさん、ザキヤマ行ってきます。特別パック、特別パックから特別パック行きます。ザキヤマさん、クルーカ好きそうだけどな。でもね、多分ね、フォーマンスがちょっと足りないんじゃないかな。マジっすか。あー、わかります。ちょっと細いんじゃない。そう、ちょっと細い。僕の基準だと細い。あ、本当っすか。ちょっと細いっすよね。僕はもうちょいっすか。とフォーマンの方があれではあるんですが、弁財天、弁財天素晴らしい。弁財天素晴らしいですよ。確かに傲慢だけど。おお、いや、もう勝ちましたわ。幸先がいいですね。幸先、もうパメラちゃん出るのは本当幸先いいですね。じゃあ今日はこの辺で。いや、またじゃあこの流れで、お松、ま、お松いっときますよ。おお、こんなこともあろうかと。あ、なるほど。ちなみに僕はあの正月アズリエルをまた今回も手に入れられなかったんですけど。ちょっと確かに。そう、あのぶっちゃけあの後半でもアズリエルだからどうせいるだろうと思ったらいなかったんですよ。なるほどね、それはちょっと見間違えました、ね、そう、見間違えました。いや、お願いします、ちょっとね。そう、でも12分1ですよね。そう、ある、こんなに熱いことないですよ。ある。いや、お願いします。普段より出やすい。お願いだから出てください。12分1。いや、だって8回ぐらいある、8回ぐらい。だって、いけるって僕3次4回、3回、4回、3回ぐらいあって、しかも出て、うん、お願いうーん、ブルカス、ブルカス、これ逆転コインで変えられたんじゃないか。去年変えられた。去年変えられた。でもね、古川さんも投下したんでね。まあ、投下も作れて嬉しいぞ。まあ。まあでも、はい、本番いきます。いや、そうですね。でもやっぱパメラと古川と来たら、そしたら次来るかですよ。そうっすね。そうなの。頼みますよ。頼みますよ。古川ね。古川超欲しいっす。穴すいのにしましたね。わかる。穴すいっぽいですよね。なんかすごいわかる、その。穴すいって何？ブランド、ブランド、ブランド、
ブランドのモデル、まあやってそうやって、なんかモデルさんっぽいっすよ、なるほどね、こういう服なんだ、いやこういう服じゃないと思うんですけど、ね、うん、あれこれこれやばないですか、ちくわちくわエリオかちくわみたいに、これやばいっすよ、これあのスリー、ん何スリーカードじゃない、3ペア3ペアありますね、ジャンヌ、3ペアっすよこれ、ジャンヌじゃねえや、ブリュンヒルで、ブリュン、ブリュン、ブリュン、ちくわちくわイノシシ、ちくわちくわイノシノシ、エリューマントス、勝ちました、エルマントス、絵でかくないっすかこれ、エスコマよりでかいっすよこれ、リバヤさんのですよ、やばい、いや本当はリバヤさんぐらいでかいかもしれない、迫力あるね、おかしいな、いや、でも来ます来ます来ます、カメラで満足しちゃったんじゃないですか、あれかな、カメラで吸い取られちゃったかな、そういうことっすよ、ちょっとカメラにトレジャーハントされちゃったかな、そういうことっす、俺のハートがなるほど、失笑あ、触れた触れました触れました触れました、はい、1カメラ、カメラもう出ないっすよ、カメラ、エスパメラ、エスパメラあ、レムか、レムか、レムか、まあ、エスパメラみたいなもの、エスパメラみたいなもんっすよ、ありますね、ありますね、ミヤミちゃん、これ限定、限定ですね、いや、ちょっと待って、ちょっと精神統一、細いとか言ったからな、やっぱな、細い、いや、うん、細いとか言ったのが悪かったですね、ああ、いや、あの、十分、あれ、でもなんだろう、やっぱ女性に、いや、そんなことないです、細くないですよ、十分傲慢でいらっしゃるって言ったら、それ、バカにしてますよねそれ、殴られても文句言えないですよね、おめでとう、ザキヤさん的には、はい、あの、ちょっと硬そうなんですよね、ちょっと、わかります、ちょっと硬い、硬、硬、骨張ってそうじゃない、まあ、ちょっとあれですね、鍛えてそうですよ、若干、肘とか、ロングビラン、このまま出たんですけど、いいと思う、やっぱ持ってへんだよな、ドラゴンね、竜が出るんだよね、そう、竜が出るんですよ、なんだろう、竜のザキヤマ、竜のザキヤマ、ドラゴンのザキヤマ、ドラゴンのザキヤマ、ドラゴンのザキヤマ、ちょっと待って、え、でも出てるんですよ、 S 出てる、そう、 S は出てる、あ、出てるっけ、まあ、まあ、ロングビラン1枚かも、1枚です、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、まだまだ、お、震えた、どうした、どうした、なんかいいことしたかな、あ、いいことしたの、お願い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 します、お願いします、お願いします、ブルッと、あ、あ、でも女性ですよ、ベナス女性ですよ、女性来ましたね、女性寄ってきてますよ、寄ってきて、え、これ這い寄ってきてますよね、女性、そう、ほら、ホーリーアチャ2つ、ホーリーアチャ1つもね、ホーリーアチャ2つ付いてるし、これほとんど女性ですよ、1,2,3,4,5,6,7,8,8人、ペンギンは、ペンギンはメスかもしれない、いや、向こう男の子じゃないですかね、これ、さすがにこの凛々しい眉毛は男の子なんだけど、俺は女の子だって大開脚してるじゃん、そうね、ちょっとね、あの、はしたないですね、はしたない、え、ちょっと待って、おりこれね、終わり、いいっすよ、笑ってる、いや、とりあえずここまでね、ここまでですけどね、いや、もう出るでしょ、これ、うん、いや、出たわ、これ、ちょ、僕もちょっと宮保さん式で、もう喜びます、これ、先に喜んでやっべ、出た出た、すげえ出た、いや、そう、おめでとう、さすがだわ、いやー、よかった、出たー、これが世界か、いやすごいな、やっぱ世界やってくれたな、愛されてるわ、ほんとザキヤマやってくれたわ、ありがとうございました、ありがとうございました、わありがとうございました、あれビル君、クロスラングじゃん、クロスラングじゃん、ガイストドラゴン、ガイストドラゴン、クロスラングじゃん、なんかこう、昔のガチャっぽいですね、そうですね、ちょっとね、あの、まあ、またミヤミちゃんもね、はいはいはい、以上です、はい、ということで今月はサイレントオリジン杯参ります、はいはい、前哨戦がね始まってまして、ちょっとルールが発表されたのでちょっと見ていきましょうか、いはいはいはい、今回の、レッキ制限ルール、ポスト170以内ということはまあいつも通りなんですが、まずマイナス5最強決戦のやからはいが、ポスト25で使えますということで、まあ、結構そのシャイターンとか織田信長みたいなね、はい、あの特にやっぱ活躍してる駒は全然入れる価値ありという、そうですね、うんうん、なんじゃないでしょうか、結構あの悩みどころです、20だったら入れとくなんですけどね、そうですね、25だとちょっと悩みどころですね、はい、して、まあ、ユエファね、前回のカプセンの、駒が下がってます、はい、こちらはあの魔で魔属性で強い、はい、駒立っておりますので、まあ、魔属性が流行ってくるんじゃないかなと、で、投資員ですね、まあ代表だとデネムとか、ほいほいほい、はいはい、あとはジェンイとか、ほいほいほいじゃないですか、はい、そこら辺の、まあ、特に竜ゴマが多いですかね、もうそうですね、というふうになっておりますと、で、プラスが同心員と、展開員ですね、
そして、あとこちらオーラ系ランリョウ、ムーニア、ニューイヤーランリョウ、レジェ、デネブ、ランドタイラント、ランドタイラント、カステパルト、アラネカラミット、シーラザード、ラルマスト、シーラザードが一つ浮いてるんですけど、はい、はい、ではそういう感じでバフ系が、うん、全部プラス20だよという風になっております。ほぼバフが全滅なんすかねと思うじゃないですか。思いますよね。一人だけ設計やつがいるんですよ。誰ですかそいつ。夏デネブ。なんてこった。あいつマジふざけんな。ね。あいつちょっと自分持ってないんで。はい、そう僕も持ってないですよ。持ってない。あみんな持ってないんだ。だからみんなも、だからみんな切れてる。持ってる持ってる人の方が少ないっすよ。そうです、ね。ですね、まあ、唯一その夏デネブってあのね、あの S ゴマなんですけれども、全キャラ 1.3 倍っていうスキルを持ったオーラスキルを持った、コマがしっかりとコストそのままで。むしろ遠しいんですよね。はい、コスト19、18で使えますと。いや強いよね、あいつトップだったらさ、はい、やっぱ周りがいないから強い、そうそうそう、かなり。なんかデューキラーみたいなさ、うん、コンボのやつも入れられないしさ。そうですね、うんうん、強いな、まあ、あとはそのあれですね、例えばフェリプティとか、まあ、フェリプティは展開員かな、だから上がってるんですけど、あとは尻尾、ね、尻尾、はいはいはい、今年のね、ニューイヤーガチャで登場、ビンゴで登場したしっぽうちゃんなんかも、一応コスト制限にはかからないオーラなんですが、うん、といったところですね。なるほど、はい、でちょっとねこう展開員がこうねちょっと上がってるんですよ。大体上がってもう神がね、展開員が上がってるって時点で神がねきついんですよ軒並み、うん、ライフバーストの連中が特にいかれてるので、全部ダメ、はい、全部ダメだと思う、かなりきついと。なんで、まあ、まず神タンは無理と。神タン無理です、まあ、ランが上がってる時点できついね。まあそうですね、うん、すごいデッキになるね、もし組んだら。で、まあ、こう下がってるのとか見ていくとね、まあ、魔なんですよ、魔、うん、今回はね魔が強いと。ちょっとね、今日3人でちょっと1個ずつデッキを一旦考えてみたので、はい、見ていきましょう。はい、はい、どれだ俺、結果これもう結果ね、もうムカついちゃったムカついたんだ俺は。おこなの、ね、ロスカミラー、はいはいはい、多すぎ。あなるほどなるほどなるほどね。ロスカはだって、うん、あれを下がってるのか、あいつ下がってるんだ、ね、あいつ下がってるよね。そうロスカでいやロスカ何回かやったんですけど、マジで勝てないミラー、うんうん、先行取られた時点できてるしね。で多分まあそのちょっとね、まだ分かんない、結局その高校での返し方みたいな、俺いつも平行で打っちゃうんだけど、うん、そっからなんかいろいろなね展開があると思うんですけど、なんかロスカやるんだったらこっちよりなんかこの呪いで寄せた方が強かったかもしれない。ああ逆にね、もう呪い回って、うん、でまあ結局ムカついた俺。ムカついた、うん、もう魔をやる姿勢が見えてるよね。そのなんだっけ、まあ、究極ですね。アズガルドだっけ、はいはいはい、いやなんかもう、まあ、絶対ウルガルドだウルガルドだウルガルドそうだね、まあ、やっつけるぞと、うん、でもシンプルにもう殴る俺は、うん、俺はもう殴ります。すごい速そう、うん、速く回れそう。なんかさHP が低い以外はまとまってない。結構まとまってる。 HP 低いっすね。 HP 低いけど割とね、まとまったデッキにはなったかなというふうに思うんですけど、シールドまあ1枚入れて、うん、どうですか。ここなんかその B のさ、うん、シールドのところをあいつにすれば、なんだっけ今回の新春日陰、うん、ああ確かにすればそっちささやきだし、あれでもあれ紙止めだったり、いやあいつ結構強いよね。あれ強いですね、新春あれ 1.2 だからさ、紙ゴマ1枚につきか。うん、なるほど。こいついけるね、いけるね、うん、確かに新種しかいけないですね。40は結構、うん、最大 1.6 ですからね。そう今回多分マタンが多いんで、うんまあ、特に損傷庫は入れとくかなと思ってて、うん、であとクリムゾントリトロスの投下とかしてみた。あマッキルですよね。マッキルがいい。マッキル本気のマッキルですよ。本気のマッキルとかもちょっとしたいなみたいな。なるほどね、それいいかもしれないですね。やっぱもう結局全員ででもジェニーはねもう入りますよね、持ってれば絶対。これはでもマタンだと入んないんでね。ああまあそうですね、マタンだと入れようがないですもんね。なんで今回普通にカウンターとか罠は結構強いと思うんで、うん、結局ロスカ強いんだよ。ロスカ強そうっすね。ロスカ強いですね、うん、でこれ多分吉野じゃなくて本当はデネブにしたいんですよね。うんうん、うん、オーラの方が殴るデッキなんで。
呪い相手だったら確かにこうやって積極的に殴るデッキの方がいいかな。やられる前にやる、やられる前にやる。なんかマジでちょっと上先生そこまでやってないんですけど、あの勝率低かったんで、あの誰かお二人ちょっと強いデッキ教えてください。お願いします。いや俺も、俺でも今回のカプセルの前哨戦まだ一戦もやってないから。あ、マジで。俺ずっとクラス待ちやつ。じゃあ次ではミヤボーンで決めてみましょうか。はい、お願いします。はい、ということでミヤボーンさんのデッキはこちら。はい、はい、めっちゃ強そうなんだけど。いやS2 枚やっぱり入れようと思って組んでたんですけど、うん、なんかうまく組めなかった、うん、で、うん、じゃあ S1 枚、あ、違う、S2 枚じゃねえわ、 S3 枚にするつもりだったんだけど、うんうん、S2 枚にしました。 2.5 枚。そうそう、 2.5 枚。そうですね、絶望の牙なら1体めっちゃ強いの入れようってことで、やっぱ流れを一発で変えられるシャイターンかな。え、これめっちゃ強そうだね、このデッキ。バクル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 。いや、これこれ多分強い、これ強いよ絶対、これ多分強いですね。なんか、うん、なんだ、ライフバーストが無理なんで、うんうん、そのリッチみたいな、まあ、相手の HP 削り、コンボ削りのやつをライフバーストの代わりに入れました。バレンタインの高さしてライフバーストやった感じでした、はいはい、こいつはライフバーストっす。なんでこいつは結構強いかなと思って、あと入れてますね。ユエファもライフバースト、うん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 、だからライフバースト吉野みたいなのなんか魔に寄せたワンみたいな。これ強そう、これ強いっすよね、うん、で、まあ多分ブランジェッタとかやっぱり、うん、多いんじゃないかなと思って、うん、あのちくわね。そうだから、まあ孫昇光入れるまでもないかなみたいな。なるほどなるほど。こいつ1枚でいいかなと思って。なんですね。またブラジル対策と。そうですね。いや、ほんと孫昇光強いんですよ。でもいろいろこうやって組んでて入れる隙はなかったっす。確かに確かに確かに。うん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 、でできるだけ初手事故ないデッキにしました。うん。これなんかいつも出せるの多くて。相手にちくわ出されてもそのまま勝てそうだね。そうですよね。だからまあ負けがあるならブランジェッタにまあ損傷を合わせられて回復される。でもこっちにも絶望の牙を置くからね。そうだから多分シャイターン引いて拾える勝率がかなり多いと思うんですよ。だからまあコスト上がってもあとフィニッシャーでバイス入れたり、うん、これもこれにするわ、うん、これにしました。あと HP 高めなんでこのデッキ、その170だと、うん、HP やっぱ高いって正義なんですよ。そうですね。プラスシャイターン引けばさらに2200、うん、プラスってことって考えちゃって26000。そうですね、90円ればねという感じです。イグヤもいるからね。そうです。まあカローン変えるかどうか迷いますね。でもあー、そのカウンターワーク、カウンターワーク、まあでも無視できないカウンターワークとして、まあカローン、カローン強いですよね。でもうん、カローン強いんで、ここを何かしら変えるかもしれないし、自分はもしかしたら。でもカローンでいく可能性も、うん、なんだろう、カウンターの量を増やすためにサマー、なんだろう、あいつサマールサリー、ルサリー入れたり、まあでもコンボ無視できないようにした方が一番いいから、うん、やっぱカロンかな。まあ、今回ね、乱量王がいないんで、そう考えるとあのカウンターの倍率自体はそんなに関係ないかもしれない。いや、そうなんだよね。ならアゲハにするかって話も出てきて、うん、なるほど、めっちゃ悩んでるんですよ。でも一応まあカロンで、カロンにしました。まあアラジン繋いだら強いからね。あ、そうなんですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでじゃあ次ザキヤマさん見ていきましょう。はい、行ってきます。はい、ということで、はい、ザキヤマさんのデッキはこちら。はい、こちらでございます。はい、強そう、うん、そうですね。やっぱりまあ吉野トップっていうのはね、うんうん、もう今のところ動かないか、あのまあ僕もサマーデネブをね、うんうん、持っていないというのもあるんですけれど、まあとりあえず吉野だろうと、うんうんうん、で、あのまあコスト下がってないんでアズ入れるかと、うんうん、であとはまあジェンイだろうと、うん、であとなんだかんだであのまあアズジェンイってまあ決まれば大体勝つじゃないですか、うん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 、なんで1個とりあえず勝ちパターン用意しておきたい。勝ち筋の、そう、勝ち筋 A。 そうで、あとはもう強引になんですかね、うん、だって X にアズ置いてジェンイっていう可能性があった時点で結構あの相手が、うんうん、なんですかね、あのまあやりたくない動きをしなきゃいけない、うん、絶対で盤面取れるなっていうのと、あと意外にこの子がライフバーストラボも強そう、ライフバーストで前に下げられるじゃないですか。でただでさえ、まあ、バフが少ない状態なので、これで多分相当延命できる、うん、そうですね、可能性高い。そうですね、そうなんですよ。であとは
だからなんだかんだで確かにアタックが今回低いとはいえ、はい、だからこそ逆にこの辺のカウンター生きるんじゃないかと思うんですよ。いや、これはエロいですよ。エロい出た、エロい来た。これはエロいよ、さすがに。確かにそうなんですよ。なん であとはまあエンデガーがそもそもあれですね、そのうん、ダイバースト持ってますし、うん、いいな、エンデガー。エンデガー、まあ、俺アラジンから、俺アラジン2だから、アラジン2そうですね。あとはあの意外にこれが、まあ、さっきミヤボさんも確かに、ヒーローリッチ、これがあの予期せぬ動きを向こうに共有できる可能性があって、まあ、ランダム性はありますけど、ね、でまあ、普通にはコンボも強いし、ダメマス先生強いんですよ。でなんか踏ませる動きもできますよね。そうなんですよ、無理やりで、ダークアサシンが、まあ、カロンか迷ったんですけど、あ、こいつもいいな。ただカロンとの違いが、カロンより HP 若干高いっていうのと、はいはいはい、可愛いっていうところです。でもコンボ結構強くないですか。強いです。ただ、うん、なんだろう、やっぱりただでさえバフが少ない状態だとバフコンボって結構活用した方がいいと思うんで、うんうんうん、まあ、そこは好みですね。僕は見た目ね。見た目、なるほど、見た目と、とりあえず絶対にコンボが、ね、まあ、発動、まあ、神駒が1枚いないと相手にね。そうですね、ちょっと今ね、これ見落としてました。神駒1枚ってなると、うん、カロンのがいいと思いますね。そうっすね、これカロンのがまたあるからね。そうとなるとカロンのがいいですね。ちょっとね、それ今コンボみたいなのでも可愛いんだよね。だから確かに、はいはい、HP 高め。ナルガクルガ大丈夫ですか。ナルガクルガ入れた方がいいです、ね、ナルガクルガかマスティマか迷ったんですけどマスティマの方が可愛い可愛いのと、あとやっぱり魔が多いので、確かこっちの方が HP 高いんですよ。 HP 高いです。そうなので HP あんまり低くない、したくないっていうのが差をつけると、そう、時期あって、まあやっぱ回復の方、回復じゃないの、吸収の方も多いと思うので、いやそうっすね、マジで魔をメインでもある程度の HP を確保したいので、まああのキャーンの方じゃなくてマスティマさんの方を入れてる感じですかね。吸収だるいな、ほんとタローマティとか下がってんだよな。いや今回やっぱ UFA1 枚あるだけで、そう UFA だってコスト5ですよ。これ B ゴマですよ。まあ可愛いしな、可愛いし、うん、でコスト5だし、そりゃね、まあ持ってたらもう絶対入れた方がいいですね。絶対入れた方がいいですっていう感じです。はい、ということで、このデッキでしたが、今回はねおそらく魔属性が多いでしょうと。魔属性です、ね、多いでしょうね。だからやっぱ先行ロスカに勝ち上がれるデッキを組もう、うん、頑張ろう頑張ろう頑張ろう、多いからね。というわけでいかがでしたか。いやそうっすね、なんかここで撮影するのも久々な気がしたんですけど久々に僕はガシャで結構みんなと違っていい結果が残ってたんで、すごくなんか今嬉しいです嬉しいで、カプセも始まるんですけど、前回結構ギリギリだったんで、今回ちょっと頑張りたいと思います。ありがとうございました。バイ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 。